にちは、まさひろです。今日はブライアンターンとスマーフ、こちらを使った振り付けの紹介をしていきます。このどちらのステップもボディコントロールが重要になってくるステップですので、この振り付けを通してこの2つのステップの練習とボディコントロールの練習として使っていただけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。まず、体を当てるとかって言ったりするんですけど、ボン、弾くような感じですね。やり方としては成分 AN の時にちょっと準備として軽く体を重心を右足に移しておきます。で、ワンでかかとを踏む感じですね。成分 A、ワン、成分 A、ボン、かかとをしっかり踏んであげるってわけですね。ボン、でこの踏んだ衝撃でなんか目に行くのはこの辺だと思うんですけど、この辺を弾いてあげる。で、弾いたその勢いでそのまま体はぐるっと一周、一周というか、ここ始まりだとしたらこう来てちょっと右終わりって感じですね。ボン、なんかチューチュートレインみたいな感じです。なので腰を折ってこうなんか足が突っ張った状態でやるんじゃなくて、こんな感じですね。横から見たら膝からしっかり曲げてやってあげると見栄えがいいです。なので、カウントで言うと1 and 2 and 3か、3でこの位置に行きます。で、この時に足ですけど、足は左右左右、カウントで言うと1 and 2 3です。なので3の時に右足を真ん中に寄せるっていう感じですね。ゆっくり説明すると1で左ですね、左上、1円で右側、2で下、この時にもう左足もちょっと寄せてますね。2で3で最終しっかり寄せる3で、この形がブライアンターンの練習でありましたね。ここの位置です。ここなのでこれが3 and 4、2歩目のここから始まってると思ったらいいと思います。なので続けていくと1 and 2 3、後ろ and 4、腰が後ろからですね、ずったたで、このまま一歩前に、右足を左足の前に置きます。これも腰のこの流れを気にしつつ、ずっちゃちゃん、ずっちゃちゃんって言ったら、そのままブライアンターンの腰の回し方みたいな感じで、腰を回してから足を出す、ぐるっと出して出す。で、これをしていきます。なので3で左が腰に来たら円で後ろ、胸が前、腰が後ろの状態ですね。円4で左足踏み、右腰行って、そのまま流れで足前出す。戻ったらここから、戻ったらここの時にもう腰の使い方が始まってますね。で、左戻す。で、もう一回戻ってまだ右、ここまでです。カウントいきましょう。はい、6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8 1。はい、できました。1まで来たらここからブライアンターンやっていきます。8ビートを意識した方のブライアンターンですね。1円ですぐに戻します。出す出す、最後右出したらすぐに戻して、ここからブライアンターンで、戻ってきたらそのまま、なんだっけこれ、ポールチェンジか、あ、ポールチェンジも入ってます、すいません。ポールチェンジ、ポールチェンジ、ここまでいきましょう。5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8 1 and 2 3 4 5 6 7
えい、ワン、もう一回、ツー、はい、ツーまで行きました。すいません、でポールチェンジも入ってました。ポールチェンジやって、で3回目ですね。3回目できたら右足上げて一回蹴ります。ここでリズムよく蹴り上げるんですけども、この時にこの足の角度ですね、ここが90度フレックスっていう足の使い方なんですけど、足首を固めてあげるとなんかこう本当にサッカーみたいに蹴るよりかは、なんか落ちてる何かを手使わずに面倒くさがってこう蹴り上げる時ありますよね。なんかあの時の使い方ですね。シュッとキャッチするみたいな。でこの上げたらこの足を右にちょっと遠めに置きます。意識する点としてはちょっとかかとから置くイメージですかね。なんかこうベタ足でつけに行くっていうよりかはちょっとかかとを意識してかかとから置いてあげる。そうすると結構足がしっかり伸びるので、足が伸びたらこの足の勢いを利用して足に体が引っ張られるような、せーえいブン、この足のピンって張る瞬間ありますね。この瞬間を狙ってブン、体も連れてってもらいます。この足に持ってってもらうっていう感覚は、まあ、普段生活している上ではまずないと思うので、ここから足を上げたところから足を遠くに置く。普段だったら多分こう体も一緒に行きますね。足と同じタイミングで行くと思うんですけど、これを足だけ行ってこうビヨンとここのなんか張る感じですね。足先行の使い方、まあ、こういう体の使い方は結構ダンスで多いのでちょっと慣れておくといいと思います。逆側もそうですね。今回の振りでは使ってないんですけど、もちろん逆側もなんかこういう動きとか、まあ、これだけでも一つのステップになりますよね。はい、ちょっと逸れたんですけど、そしたら話戻るんですけども、切り上げてぐるっと、次はもうここから半周かな、一周か、一周ここまで回ります。足は足出したらここから次は左足を寄せて、左足を踏んだ時がここですね。ちなみにカウントで言うと3 2 3 4 5 6 6です。6 7 8で右ダブル7 8。次はこう回すんじゃなくて横ですね。ブライアンターンのこの回しがなくて左右の動きになります。6 7 8、これもシングルシングルダブルみたいな感じですね。ズッチャー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 、この胸と腰がこう対称の動き、まあ、ずっとここがなんかミシミシいってる感じだと思います。そこを狙ってこれが5 6 7 8、右、まあ、この時に肩がやっぱりこう変な角度がつかないように、肩は地面と水平でちょっとここの空間を出してあげると見栄えがいいと思います。このままいくとこれは正平平ですね。次に左足からブライアンターンのその場のやつですね。1、円、2、円、3、円と一周、2周か。2周回したら次16ビートを意識した方のブライアンターン。パッ、キープ、シップス、セブン。こっからそのまま左足からスマース、3、5、4、4、5、6、7、はい、1回、2、2、3、4ってきたら回ります。はい、7、8、ここまでです。もう一回ちょっと戻って言うと、1回目のブライアンターン終わりました。ポールチェンジ、ポールチェンジで3歩目出してキック、下通る、これで6 7 8、2周、1 2 3 4 16ビートのブライアンターン。このまま左足からスマー
リーとエンパリブシックスセットとシックスセット。このスマーフやりながらちょっとターンというか回転入れるやり方はスマーフの時もしかしたらいけなかったと思うんですけど、その時も角度をつけて回るといいと思います。1個目は、1個目のこの角度ですね。2個目もこの角度、3個目もこの角度、ずっとこの斜めラインを意識して回ってあげると綺麗に見えると思います。で、それの補助として手を斜め上にパンチ、右手斜め上にパンチ、左手斜め上にパンチ、右手パンチやるといい感じのラインが、腕がいい感じに補助として働いてくれるのでいいと思います。ちょっとやってみると、せーえいじゃじゃじゃ、こんな感じになります。自分で回ったら鏡で見れないので、この時は、スマホでちょっと自分の形を撮影するなり後で確認っていう風になるんですけど、そういう風にちょっとやってみてもらいたいと思います。で、振りは以上ですので、また最初からカウントでいってみましょう。ボンですね。まあ、Thank you.
はい、いかがだったでしょうか。すみません、最初にこのポールチェンジがあるっていうのを言うの忘れてました。で、まあ、このステップたち、まあ、この振り付けなんですけども、まあ、見た通り幅は使うんですけど、どのステップもあんましこうバタバタするステップじゃないので、ポールチェンジだけこう、あんましバタバタやらずに気をつけてもらったらいいと思うんですけど、なので、この体の使い方ですね、それこそ足をバタバタさせずに、ステップを踏む練習にもなるので、まあ、家の中でもできるかなと、まあ、ちょっとスペースを見つけてですね、家の中でもこじんまりやってもらったらいいと思います。で、まあ、この練習もまたブライアンターン入ってるので、今日なり明日なり腰が痛くなりそうだったら、まあ、ちゃんとストレッチをしてあげてください。ブライアンターンであったりスマークであったり、これらの練習として使っていただければなと思います。それでは今日はこの辺にしておきます。どうもありがとうございました。Yeah.